はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。安須でございます。白血病と予防生活の気晴らしね、今日はね、車の中から動画を配信していきます。で、この動画でね、白血病になってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、子供たちが元気になってまいりますように頑張っていきます。で、そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日はね、この病院で車の病院に来てるんですよ。今日はね、通院の日なんで、だからなのでちょっとね、車の中からお伝えしてるんですけども、まあ、最近ちょっとまだ分かってきたことなんですけども、あのね、まあ、これも後で病院の先生に言わなあかんなと思ってるんですけどもね、夜10時半を過ぎるとですね、帯状疱疹で侵されている僕の左足がですね、めっちゃ痛くなることが分かりました。というかね、その寝る体勢っていうんですかね、その体勢になるとね、痛くなりますね。で、しかもね、めっちゃ眠たい時なんか、それに比例してくるように、このめっちゃ痛くなるんですよ。まあ、しっかりね、そのことをね、この後の通院でね、各科に回ってね、お知らせ、じゃあ報告していきます、先生にね。今日はね、その内科と皮膚科でございますのでね、帯状疱疹は皮膚科で見てもらってますので、このね、足のことについてはね、皮膚科でしっかりね、報告します。まあ、皮膚表面に出ているその水ぶくれってあったんですけども、まあ、それもね、もうだいぶその回復してきてるというか、まあ、引いてきてるんで、水ぶくれが引いてきてるんで、もう痛みに関してはほんまに、その何て言うんですか、あとの後遺症じゃないな、その帯状疱疹後神経痛のようなね、痛みがしか出てないので、もう多分その痛みを止めるだけでしょうって言われることだと思うんで、まあ、結局痛み止めをもらって出されて終わるんやと思いますけどもね。で、ほんでね、その何て言うんですか、その他にもですね、またね、その今朝起きるとですね、左足のそのふくらはぎがね、その肉離れになりかけてる感覚がね、新たに出てきました。で、過去にね、左足のふくらはぎにね、その肉離れ感というか、その肉離れになりかけてるよっていう風にその病院で言われたこともあったんで、それに似た症状が出てきてるんでね、ひょっとしたらね、なんかこう足の歩き方、使い方がおかしくなったのか、それともね、まあ、その連日お伝えしてるように、その筋力の低下によってね、体に筋力が追いついてないのか、それで無理やりその筋肉を使おうとしての肉離れなのかもしれないので、長かったりして説明やなと思いましたけど、まあ、そんな感じが出てるのでね、まあ、このこともね、しっかり先生にね、聞いてもらおうと思います。でもね、そう、ほんまにそういうなんかわけわからん、いろんなことがね、症状が出てくるんですよ。で、ここまでいろんなね、症状が出てきたらね、何がそのこの症状で、これはこれに出てきてる症状でみたいなとかっていうね、もうわけがわからなくなってくるんですよね。まあ、ただでも分かってきていることっていうのは、そのまあ元々僕のその白血病の関係の症状がね、全くその増えてなかったっていうことなんですよ。その免疫抑制剤でね、免疫力が下がってますので、その帯状疱疹が出てきたのはすごいタイムリーヒットを打たれた感じやったんですよ。まあ、それ以外のね、その臓器障害、粘膜障害っていうのは、まあ、新しくは出てないんですよね。まあ、その口の中の、今までもお伝えしている口の中の粘膜障害と味覚障害に関してはですね、まだまだこう現在進行形なんですけども、まあ、出てきだした時、初期の頃ってから比べるとだいぶ穏やかになっています。でもね、その穏やかになってますけども、その まだまだピリピリとかヒリヒリとかっていうんですか、そういうしびれ感っていう感覚はね、ありますのでね、全く味を感じれなくなったっていうのよりは、ちょっとは味を楽しめてるよ、感じれるようになってるよっていうぐらいまでね、回復してるんです。なのでね、そのひょっとしたらね、また今回もね、前回と同様ですね、免疫抑制剤の分量がね、減るかもしれません。これはすごいね、嬉しいことなんですけどもね、しかしね、その薬が減るということはね、またね、その僕の細胞とドナーさんの細胞がね、その衝突してですね、その症状がこう激しくなってくるかもしれませんので、そこはね、その、まあ、衝突させてみないとね、分かりませんのですよ、実際のところ。そういったね、その今の話っていうのはですね、まあ、骨髄移植を受けたことによって起こる話なんですけども、その骨髄移植っていうのは簡単に説明しますとですね、その健康な人の骨髄液という血液の元になるね、液体があるんですけど、それをもらって患者さんの体に入れて馴染ませていくっていう治療法なんですよ。で、ほんでね、そのもらった液体
があるんですけども、そのもらった液体は僕も体の中に入ってるやつなんですけどね、その液体っていうのを患者さんの体の中に入れるので、まあ、当然のことながらね、その患者さんの免疫力っていうのがね働いてくれて、その拒絶反応があって、でその後に、副作用とか合併症とかっていうのがね起こるんですよ。でその拒絶反応、副作用、合併症っていうので、各臓器によってね、粘膜障害が起こります。まあ、それによってね、その嘔吐、下痢とか発熱とかね、なんていうんですか、肝臓だったら機能に肝臓がこう正常に機能しないっていうようなことになってきたりとか、まあ、各臓器でそういうことが起こってくるわけですよ。例えばね、他やったら腎臓か、腎臓にもしそういう障害が出たらおしっこが出なくなったりするので、それはもうえらいことですよね。まあ、そういったね、それらのね各臓器に起こるその機能障害っていうのをね少しでも抑えるために、患者さんの、ね、免疫力をね抑えるための免疫抑制剤っていうのをね飲むんですわ。でその免疫抑制剤っていうのはね、ドナーさんからもらった骨髄液がその患者さんの体に馴染んでいく過程でですね、今説明させてもらいましたその臓器障害っていうのをね穏やかにさせてくれます。でそういったねその穏やかなね障害がね続いていくとね、あ、馴染んできたんやなっていうようなことになりますので、その免疫抑制剤をね、その分量をね減らしていくことができるんですよ。免疫抑制剤をいっぱい飲んでたら、あの患者さんの免疫力をほんまに抑えることになるんで、そのドナーさんからもらったねその液体がね、血液で元になる液体がですね、体にそのこう馴染もう馴染もうと働いてくれる率がね上がるわけですよ。でもそのなんていうんですか、体の中にもともとある患者さんの体の中にもともとある免疫力っていうのを完全に抑え 100% 抑えることはできないので、まあそれでもちょっとの衝突はあるんですけどもね。でそういったちょっとの衝撃をこうなんていうんですか、なくなりましたよ。でまたその免疫抑制剤を減らして、患者さんの免疫力をちょっと上げるよっていうふうなことをすると、またその出てきた免疫力と、患者さんじゃないわ、ドナーさんからもらった細胞が戦うわけですよね。そういったのをこう徐々にこうなんていうんですか、こう増やしていくことによって患者さんの免疫力を少しずつ上げていくことができます。その頃になってきたらですね、こうドナーさんの液体が体に馴染んでいっていますので、拒絶反応も穏やかになってきてるはずなんですよね。そういったことを免疫抑制剤の分量で調節していってるわけなんですよ。ドナーさんの液体がね、馴染んでいくのもね、その時間かかるしね、それをね、確認しながらなので、免疫抑制剤を調節していくのもね、時間がかかります。なので、まあ人によりますけどね、その僕の場合はその骨髄移植をしてからもうすぐ2年になるんですけども、だから結構時間がかかってしまうんですよね、ほんまにね。反応を見ながら免疫抑制剤で反応を抑えながら、で反応を出しながら免疫抑制剤の分量を減らしながら、反応が出すぎたら免疫抑制剤をまた増やしてっていう、そのみたいな感じなんですよ。でその過程でね、この1ヶ月間僕を苦しめた、今もなお苦しめている帯状疱疹っていうのも含まれるんですよ。もうね、簡単に言いますとですね、踏んだり蹴ったりっていうんですよね、これがね。まさにこの言葉がね、適切でしょうね。ふさわしいと思います。まあね、とりあえず今からね、行ってまいります。最初に採血をして、LTFU 外来、ロングタームフォローアップっていう意味なんですけども、直訳するとですね、長期間追加的措置をするっていう意味なんですけどもね。まあ、患者さんの主にその治療法とかではなくてですね、生活面での、お家での生活面でのケアとアドバイスをしてくれる専門外来なんですよ。といってもですね、僕はそのなんていうんですかね、この体に生活で、この体の生活で起こっていたその愚痴っていうのを喋りくり倒しに行く場所になってますけども、まあでもよく聞いてくれてると思いますわ。ほんでね、その後に内科と皮膚科に行きます。で内科は採血の結果をもとに診断されます。で皮膚科は帯状疱疹のお話です。ではね、今から行ってまいりますんでね、今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。